どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、赤丸ということですね。今回なんですけども、ちょっとさ、俺一つだけ思ったことがあって、この前さ、登場したこれですね。はい。PP19 ビゾンっていう武器なんですけども、この武器を最速カスタムにしたらどうなるかっていうのをね、ちょっと夢の中で思ったんですよ。で、今までの機動性最速武器ってですね、はい、こちら、このフェニックのですね、このまあ、機動性マックスにした、機動性112が最速だったんですよね。まあこの前もこのフェネックでその999を超えるレレレル種がやったんですけども、このビゾンでですね、あのこの機動性マックスにしたら、ほら、なんとこれ機動性が乾燥しておるんですよね。おそらくね、多分これ以上の数値っていうのは叩き出せないんじゃないかなと思ってます。で、今回のカスタムなんですけども、はい、見ての通り機動性マックスですね。パークに早技とかをつけて、はい、このバレルにソードオフとかつけて、そしてストックなしとか、あとリアグリップに、ステッピング加工グリップテープなどをつけて、今回機動性マックスでやっていこうかなと思います。でですね、こいつのね、実際の性能がやばくて。で、まずですね、このフェニックの機動性マックスカスタムはこんな感じ。まあ、この前にもですね、このランクマッチで使った動画がありますので、まあ、そちらはですね、まあ、細かい性能などを見てください。で、こっちですね、問題はこの P19 のビゾンの性能なんですけども、これがこんな。やばくないこれ。まあ、多分ね、比較画像とか出せなくても、これ速さっていうのはわかると思うんですけども、めっちゃ速いのね。しかもこの射撃性能、この性能っていうのも十分に高いと。まあ、今回のそのモノシックサプレッサーとか、そういうダメージ射撃のアップをつけてないんですけれども、デフォルトでもですね、はい、こんな感じで4発キルすることができます。10メートルまでだったら胴体4発キルっていう、まあとんでもない性能の持ち主なんですよ。しかもこのマガジンがなしで、64発っていうね。まあ普通のこの COD の本家だったら、この水鉄砲とかって言われて、そんなに強くない SMG なんですけども、このモバイルではですね、現在この999と並ぶ、ぶっ壊れの武器とかしていきます。まあ当然この機動性も早いんで、今回はこの機動性を活かして、このレレレ中を活かして、ランクマッチやっていこうかなと思います。それでは早速行きましょう。レッツゴー！ブチブチにするぞ。さあ、とりあえず早速ビゾンの機動性マックス使っていくんですけども、俺さ、一つだけちょっと心配事があって、これ大射程とか大丈夫かな。多分ね、本当のこれ水鉄砲なってそうやけど大丈夫そう。さあ、これ一回の強化入っていくんだけども、全然足音聞こえない。これシャニー一人だって、これでかいよ。さあ、そっちから来てるのかな。了解。一旦これ出てもいいか。一旦出て、俺にはちょっとね、立ち回りこれ考えがあるんですよ。こっちから行ける。いや、なんでそっちから来んねん。一旦こっちから芝居て、オッケー、戦隊作るのではないです。なかなかいけそう。まあ、言うてこのマップやからね、そんな開けたマップじゃないですから。いって、一人カット。でかいよ、でかいよ。一回これ、カサさんやめてって。もう激怒なの、激怒なの。あかん、これ相手見たのか。相手来てるよ。ほっ、来てるんじゃないですかこれ。大丈夫そう。多分ね、これね、次っぽでこれ相手が裏から来るから、俺はこっちから行くっていうことなんですよ。そういう立ち回りをしてるんですよ。そこ向かっていくよ。さあ、これちょっと脇がマップでしっかりですね、この敵の場所を確認していくんですけど、大丈夫やってくれ。いや、なんかバグってる。なんかバグってるんですか、それは。ほら、一人だとして。おお、マジか。それいった。だからさ、ここの戦闘力が最強じゃない。ほら、絶対入りへんやこれ、マジで。で、ここでもう俺やっちゃう、これ日大だから。やっちまいます。さあ、ちょっと待って、俺タックル下手すぎるこれ。多分ね、スタメン外されよこれ、下手すぎて。おお、いいね。さあ、ちょっと酔い止め。めっちゃよ、俺自転がよ。うん、なんか運転下手くそすぎる。お前ゴールドウィンク欲しいな。オッケー、買っていって。一旦これ UAV とショッカーシー出してんの。多分これ外から来るから、一旦こいつを買っつつ、オッケー。上にいると思う。あれ、どこ行くの、こいつ。このショッカーシー俺のワンちゃん。オッケー、買ってえの。てかよ、まだ来んな。一旦これ引いていきますか。この性能、今回さ、モノシリックとかつけてないの、これの射程はエグいよな。マジで。普通にこれ使えるっていう。これ機能性だってこれマックスよ。カーストよ。たぶん、なんでやねん、お前さ。俺が気持ちよくやってたのに。そんな横から入れんといてや、お前。うん。で、こっから来るんじゃないですか。なんか今日ね、そう、お風呂入った後やからわかんないけど、めっちゃ手がツルツルする。で、ほんで、
普段はね、あの、ポテトチップ食いまくってめっちゃって行きたいんですけど、俺の。うん。わかる？あの、なんかさ、あの、小学生の時さ、3DS めっちゃ汚いやつおったよな。画面びっちゃびちゃなんか、あの、つばでびちゃびちゃなって、画面が。なんかスティックのところが、あの、ポテトチップス。あの、お菓子の油でギトギトになって言うっていう。たまにそういうやつおらんかったな。マジでそういうやつに 3DS 触りたくなかった。一旦これ無理か。裏からブルーチャージ、いや、いいよ、ポイントは。ポイントはね、あともう10秒もないから、これ捨ててもいいかもしれん。で、こっから行くんやけど、ショックアルシについていくんですけど、もう多分中にいるよ。ほいーバチンバチン気持ちいい、もう一人バチン引いていく赤。これがキロスを生かしたらキャラコンオッケー。特に、上から行った方がいいやつ。上から行って、もう、もうリロードの心配ない。弾数の心配ないから。敵、味方強っ、味方強っ。ウェインの了解、一旦敵は無視して。バレてない、中にいる、足見えてる、行ってる。いや、痛くね、今。これ買っていく。でかでかでか。ごめんごめん。もう一人、いますよね。これ取っていくんですよね、これ。カメさんのもうスーパーお攻めですよ、お攻めお攻め。勝って。いるね。いいやろ、これ。勝っていくんですよね。さあ、UA、俺に落とせない、お前。絶対に俺の、ブチブチにするぞ、マジ。俺に落とせない。ふざけんなよ、マジ。ここに置いていく。これマジ最強の。いや、もうほんまにさ。これちょっと待って。全然レレレ値行かせてないっていうね。いや、でも、またブルチャージ溜まっていく。いや、今回さ、ジェットサイレンスのめっちゃキル、なんか溜まるくね。やばくない？この溜まる速度やばすぎ。これで中と。いや、中いるくせえな。一回か？大丈夫。レレレ値。絶対の打ち方、ほら、もう、被弾ゼロよ。思いっきり被弾してたけどね。ワンチャン裏から倒せる。オッケー。おい君な、おい、ほら、うわ、な、カメさん、いや、これ、なんか、これ名前に女って書いてある。絶対女の子や。絶対女の子や。で、絶対この子女の子じゃないか。実況で汗かいていく。やばすぎ。オッケー、こう、もうここバコンバコン上、オッケー、くる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 、バコン、いいね。で、これもう一回バチコンバチコリ買っていくぜ。さあ、これまだいけるんじゃないですか、これ。いや、でもね、こっから裏からバコン引いていく。いや、いいね、今回もうなんかニュースになりそう、引きすぎて。一旦これ買っていいの、これ強くね、ほら36キル暴れ回ってるぜ、今回。いや、普通にこのさ、機能性マックスカスタム、使える剣について、全然これ使える剣について、なんかモノシリックサプレッサーとかさ、バチバチのこのカスタムにしなくても使えるっていうの。いや、でもこれもう次ポ行こうぜ。多分ね、今のポ、今ポ無理なんですよ、今ポ。で、これはレレレ打ちでほら、買っていくの。これなんです、弾当たらないんです。もう救急内のね、上位互換ですから、もう。なんか救急内来てるくねっていう話になってるんですよ。はい、これ芝居って言ってるのか、40キロ来た。はい、レレレ打ち、オッケー。でかいでかいでかい。これ普通、冗談抜きでしょ。オーケーオーケーオーケー、まだ、あー、惜しい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 。いや、でもしっかりこれ勝利を収めていく。さあ、ということで、さつくん、戦歴見ていこうぜ。41級の7です。いや、これ、マジで、ガチカスタム。これ、最強カスタムするよりさ、この、機能性マックスカスタムで、荒らし回る方が強くねえか、これ。絶対張るよ、これ。ブチブチにするぞ。それでは今回はこのビゾンの機能性マックスカスタムだったんですけども、どうだったでしょうか。多分これ関数と機能性が関数ってさ、このフェニックでもないから、このビゾン初のですね、このステータス関数武器となるんじゃないでしょうか。まあ今後もですね、このビゾンの最強カスタムなども紹介していきますので、ぜひぜひね、皆さんこれからも COD モバイルの動画を出していきますので、よろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。